どうもバイオリニストの倉田理央です。今日はなんとこのバイオリン、今実家にいるんですけど、実は10年前に私の父親が私に習ってみたいということでネットで1万円のバイオリンを買ってみたらしくって、それが押し入れの中に眠っていたので、私が10年前に買ったバイオリンを弾いてみたいと思います。で、まず弾けるかもわかんないんだけど、さっきとりあえず撮影の前に3本だけ、私が使っているビジョンのソロを、弾いてみました。じゃあ、衛線だけつけてないので衛線つけていきたいと思います。この弦をつけてる感じなんだけど、結構ね、芝のね、このラインに線が入っているんだけど、盤の線とこの駒の線がちょっとね、平行じゃなくて、ここだけすごく狭いみたいな。もしかしたらこれ10年前に買ったネバーリンなので、今買ったらすごい進化してるのかもしれないけど、とりあえず10年前の1万円のバイオリンはこんな感じだよっていう動画。なんかすごいキュッキュッしてるよいしょ。コマが倒れそうだから調整しますね。コマがすごい大きい、この幅が。果たして弾けるのかな、これは。それでさっきね、本当に10年ぶりにさ開けてみたからさ、弓がちょっとやばいの見えますこれやばくない、やばすぎたってことで、さすがにこれじゃ弾けないから、この自分の弓使って弾いてみようと思います。ここに全部アジャスターついてるんだけど、ちょっと硬すぎて動かない。もしかしたら10年前のだからかも。ちょっと弾いてみます。松ヤニもね入っていたんだけど、あまりいいやつではないので、まあちゃんと買い足した方がいいと思います。松ヤニは結構安く買えるから、松ヤニとさっき貼った弦はね、自分で1万円以内ぐらい買えると思うから買った方がいいと思います。音は出る、音は出ますね。ちょっと弾いてみようか。
ちょっと圧力かけただけで芸線と電線が同時になってしまうんだよ。なのですごい慎重に弾かないといけないかも。電線と芸線があまりなかったから、電線を弾くときに結構芸線も一緒に弾いちゃったりとか、してしまうので、もう少しここの、傾斜があると弾きやすいかなっていうふうに思いました。だけどこれは駒はすぐ変えられるものなので、ちょっと楽器店に行って、調整してもらうのもいいかなと思います。あと問題があるっていうのはそんなにない、アジャスターとかね、かなり硬いからあんまり意味がないなっていう感じだったから、ペグでしなきゃいけないっていうのも、すごく慣れた人じゃないとできないしっていうところぐらいで、あと、もう少し華やかにねバイオリンになるといいかなっていう感じでも、ちゃんと意外と弾きました。なので買い足すものはまず片当てと、弓の毛と、弦と松ヤニを買い足して、多分プラスで2万円ぐらいあれば、買い足せると思います。今日は、10年前に、買った1万円のバイオリンを弾いてみた企画をしてみました。またねー。